え、あれ、あ、始まってる？何を言ってるんだ、羽村くん。僕たちの映画の予告が始まってるんですよ。映画の予告？それは私が1891年ロンドンのベーカー街にいた時に起きたあの忌まわしい事件のことだな。いや違います、1891年も違うしロンドンでもありません。一体誰になったつもりで言ってるんですか？明智です。ちょっとよろしいか？うわ、びっくりした。信仰のホームズとワトソンというのは？そういう人もいます。明智です。あ、羽村です。もしあなたが事件の依頼に来られたのなら、この予告が終わってからお聞きしましょうか。お二人をうちの大学のロックフェス研究会の合宿に招待して差し上げようと思いまして。え？招待して差し上げようと思いまして。話は予告の後にって言われたのに全く我関せずだ。ロックのフェスか、全く興味が湧かないな。いや、明智さんも話は予告の後じゃないんですか？本題はここからです。その合宿で起きる連続殺人事件の謎をお二人に解いていただきたい。さっき全員容疑者とか書いてあったぞ。え、これ全員容疑者？僕たちも疑われてるってことですか？なぜ私が疑われねばならぬのだ。想像を絶する。さっぱりわかんないです。あ、明智さん。見てるだけならバカでもできる。大事なのは推理を働かせることだ。誰だ今の男？もしかしたら大事な鍵を握ってるかもしれません。ゼア、君はそもそも我々に事件解決の依頼に来たのではないのか？それは別の目的が私にあると言われているようだが思い過ごしだ。それは別の目的が私にあると言われているようだが思い過ごしだ。いや、何笑ってるんですか？さっきのとこもう一回やり直したい。詩人層の殺人よろしく。